スコットランド独立の是非を問う住民投票が4時間半後に迫りました。賛成と反対が拮抗した状況が続く中、それぞれが直前まで最後のアピールを続けました。大人から子どもまで1000人はいるでしょうか。スコットランド、そしてイエスという言葉が地響きのようにこの公園の中に響き渡っています。投票日前夜、賛成派はエディンバラ市内で大規模な集会を開き、最後の訴えをしました。スコットランド say yes. That's my message. Stand together. Yeah, a message to England. We're leaving. We've had enough. These have ruled us for too long. 一方の反対派も集会を開き、イギリスに残るようアピールしました。I'm an absolute no. Yeah, my mind's made up. My mind was made up a long, long time ago. 注目の住民投票は今から4時間半後の現地時間の午前7時から行われます。